もしもあなたがとても辛い状況の中にあって、この状況から逃れられないと思っているとしたら、それは本当でしょうか本当に逃れられないんでしょうかこの状況から逃れられない。この人間関係から逃れられない。この悩みから逃れられない。もしもそのような思い込みを持ってしまうと、僕たちは本当にその状況から逃れられなくなります。現状を変えることができなくなるんです。これらの思い込みはどこから来るんでしょうか そして僕たちはどうすればこれらの思い込みから解放されて自分の人生を変える方向に向かって動き出すことができるんでしょうか。鍵を握るのは学習性無力感です。これについて僕が会員向けライブの中でお話しした動画が残っていました。お二人の方のご質問に答えてお話ししたものです。あなたがご自分の心の中のブロックに気づき、それを外すのにきっとお役に立つと思います。見てみてください。入社して3年になります。厳しい上司の下で非常にストレスが溜まっています。 上司は典型的な仕事人間で、私の部署では有給休暇も取れない空気です。これすごいですね。いろいろ考えて会社を辞めることにしました。もしも実家の両親が知ったら、3年で辞めるなんて根性がなさすぎると言いそうですが、私はあまりにもしんどいので辞める決意をしました。そして上司に辞めたいと伝えました。決心されてね。思い切って上司に伝えられたわけですね。はい、ところが、 辞めさせてもらえませんでした。次のように言われました。この忙しい時期に辞めるなんてありえないだろう。今お前が辞めてしまったら他の社員にひどく迷惑がかかるってことは考えたらわかるだろう。それに会社がお前を採用して教育するのにどれだけお金がかかったと思ってるんだ。少なくともあと5年はやってもらわないと。 会社がお前にかけたお金のもとは取れないんだぞ。言われて絶望的な気持ちになりました。あと5年もこの上司のもとで働かないといけないなんて気がめいじます。ですが上司は聞く耳を持たない、頑固な人なので、やめさせてくれそうにありません。これからの5年間、できるだけストレスを溜めずに仕事をし、5年後に円満退社をするために、私はどのようなことに気をつければよいでしょうかと。 こういったご質問ですね。はい。入社して3年ということですね。厳しい上司のもとで3年間、えー、さぞやきつかっただろうと思います、えー。まずはこれまで本当にお疲れ様です。そしてね、辞、えー、めたいという決意をされて上司に伝えられたということですね。まあいろんな思いがある中で、 辞めるという決心をされたのも、すごく勇気がいったと思いますし、それを上司に言うのもね、本当に勇気がいったと思います。その行動にね、心からリスペクトしたいと思います。で、僕が気になったところですね、お伝えさせていただきますね、率直に。辞めさせてもらえないっておっしゃってますよね。はい、この辞めさせてもらえないっていうね、本当にもう、せっかくね、決意を固めて頑張って上司に言ったのに、全く相手にしてもらえない。やめられるわけないだろうと。 まあそんな風に言われたら辞めさせてもらえないって考えてしまいますよね、普通はね。ただ僕が言いたいのはですね、辞めていいかどうかを決めることができるのはご自身ですよっていうことですね。A さんと呼ばさせていただきますね。辞めていいかどうかを決めることができるのは A さんご自身だけなんですね。上司にはそれを決める権利も力もありません。上司がいくら辞めさせないとかですね、ありえないとか言ったとしても、上司の言葉には何の強制力もありません。A さんが A さんの人生で 何を選ぶ、どこに向かっていくか、それを決定できるのはただ一人、A さんだけなんですね。つまり A さんの人生に干渉する権利を持っている人はこの地球上に一人もいないんですよね。野口さん、そんな理屈はわかってますよ。でもそんなこと言われても現実に上司がやめさせてくれないんだもん、と A さんは思われるかもしれません。そこで A さんにお伝えしたい言葉があります。ぜひ A さんに知ってほしいと、そう思う言葉があるんですけれども、 その言葉を伝える前にですね、もう一つご質問を皆さんに紹介したいと思います。別の方のご質問ですね。え先日の野口さんの YouTube ライブを見て、夫が私に怒鳴りつけてくるのは DV だったんだと知りましたと。なるほど、なるほど。これ、今月僕がやった2回目のライブですね。それをご覧になったんだと思います。その時はですね、 一つは5月病ですね。5月病のメカニズムと予防法について話しました。まもなく5月に突入しましてですね、特にゴールデンウィークかけから多くの方にとって、まあ、心身の体調を崩しやすい時期に入っていくわけですけれども、まあ、その5月病はどんなメカニズムでどうすれば予防できるかって話をまずはライブでしました。で、その後にですね、配当なパートナーシップとは何か、それを考えるような話をしたんですね。えー、健全なパートナーシップ。 対等なパートナーシップとは何か。で、そのテーマになっているのが DV と自己肯定感の関係なんですね。DV と自己肯定感の関係あ。これについてお話をしたんですけど、きっとこれを見てくださったんだと思いますね。先日のう木さんの YouTube ライブを見て、夫が私に怒鳴りつけてくるのは DV だったんだと知りました。夫はしょっちゅう怒りを爆発させ、大声で私を怒鳴りつけます。バカとか、役立たずとか、そんなことをよく言ってきます。 ああ、もうまさにね、これは DV ですね、えー。精神的暴力というやつですよね。私は言われるたびに傷つきます。それはそうですね。えー、これが DV なんだということは、野口さんのライブを見るまで知りませんでした。しかし、DV だと知ったところで、私にはどうにもできません。夫は外面は良く、外では怒りを爆発させた,させたりしないのですが、 家では怒りっぽくなります。そして怒ると大声で怒鳴ります。このパターンは結婚当初、過去17年前から続いています。なるほど。結婚されて17年間ですね。もう、夫は、外では、まあ、外とればいいんだけど、家だともう怒りっぽくて、すぐに大声で怒鳴ってくると。これが17年間続いているということですね。夫はそういう性格なのだと思います。 その性格が変わるとは思えません。このような場合は、夫に怒鳴られるたびに、傷つくね、辛いねと自己受容するのが良いのでしょうか。なるほど、なるほど。もう夫の性格は変えられないから、もう自分が怒鳴られるのはもう避けられないとお考えなんでしょうかね。ちなみに、私の父も怒りっぽい人で、 私は子供の頃、父によく怒鳴られていました。それだけに自分の心の傷は深いのではないかとも思います。何かアドバイスがあればお願いいたしますということです。ご質問ありがとうございます。こちらの二つ目のご質問してくださった方は、じゃあ、B さんと呼ばさせてください。子供の頃はね、お父さんから。らそして結婚されてからはご主人から何度も何度も怒鳴られてですね、たくさん傷ついてこられたことと思います。まあ本当にね、うそういう精神的暴力を受けるってのは、 めちゃくちゃ辛い体験ですよね。そういった状況の中でね、僕の講座を受講してくださったり、僕の YouTube を見てくださったりですね。そうやって学んでね、なんとか良い対処法を見つけようとしておられるという、その姿勢を心から尊敬したいと思います。で、この二人目の方 B さんですね。B さんのご質問文の中で、僕が気になったことを まず率直にお伝えしますと、まあ、DV だと知ったところで、私にはどうにもできません。夫はそういう性格なんだと思います。その性格が変わるとは思いませんということですね。まあ、きっとね、これまで何度もこのご主人が変わらないという現実に直面して、たくさん失望してこられたのかなとお推察しますけれども、ここで僕がお伝えしたいのはね、僕たちは他者を変えることはできない。つまり相手を変えることはできないんですけれども、しかし、 相手と自分の関係を変えることはできるんですね。相手の性格、相手のものの見方、相手の好み、相手の考え方、それを変えることはできませんが、相手と自分の関係を変えることはできるんですね。ですので、家では怒りっぽくなってしまう。まあ、そんなご主人の内弁慶的なね、そんな性格を変えることはできないかもしれませんが、だけどですね、腹が立ったらすぐに妻に怒鳴りつける夫と、その夫の怒りを受け止める妻という、この関係は 変えることができるんですね。まずはそれを申し上げたいと思います。で、この関係を疑似母子関係と言います。腹が立ったらすぐに妻に怒鳴りつける夫と、その夫の怒りを受け止める妻、これを疑似母子関係と言います。どっちが母でどっちが子供か、まあそれは想像がつく方も多いかもしれませんが、このケースですと、ご主人が子供帰りしてるんですね。 対抗してしまってるんですよね、家庭においては。まあ、子供帰りといってもですね、実際に子供っぽい話し方をするわけではなく、大人の男性としてね、誰にものを言ってるんだとかですね、まあ、もしかしてそういうふうに偉そうな言い方で怒鳴りつけるとしたら、とても子供っぽくは見えないと思いますけれども、でも心理的にはですね、僕のことを受け入れて、 僕は抱っこちてっていうね、そういう子供帰り状態になってるわけですね。つまり感情を目の前の相手にぶつけてしまう。その自分が感情をぶつけたら相手は、妻はどんなに傷つくだろう。どんなに嫌な思いをするだろうと。とそこまで配慮する余裕がなくて、とにかく腹が立ったらアクティングアートですね。妻にぶつけちゃうと。で、これは子供の心理なんですよね。それに対して奥さんであるこの B さんは、まあその夫の怒りを 受け止める役を担ってしまってると思うんですね。受け止めるって別に積極的に相槌を打って聞くという意味ではなくてですね。 少なくともこの怒鳴りつける夫に対して抗議したり、その場を離れたり、あるいは別居するとか、そういう何らかの対処をするとか、そういったことをしていないということは、怒りをぶつけるということをまあ容認されているわけですよね。そういう状態を夫の怒りを受け止めると僕は言ったわけですけれども、これは言ってみると、母親の役を担っておられるわけですね。本来、夫婦は対等な関係であるといいわけです。で、対等な関係であればですね、怒鳴りつけられた時に、当然、そのままにしておけないわけですよね。 ちょっとあなた失礼でしょ。と。あなたが不機嫌になるのは勝手だけど、その不機嫌を私にぶつけるのはおかしいでしょ。と。私に失礼だってことに気づいてね。と。まあ、本来はこれが対等な関係ですよね。だけど、怒鳴りつける夫に対して、それを甘んじて受け入れてるとしたらですね、受け入れているというのは甘んじてそのままにしているとしたらですね、これは母親役を担ってしまっているということになります。そして、B さんが母親役を担えば担うほど、ご主人はさらに子供を代していく。 心理的に対抗していくということになってしまいがちなんですね。僕はそのことが心配になりました。野口さん。<laughs> そんなことを言われてももう同じパターンをずーっと繰り返していて変えられないんだもん。で、B さんは思われるかもしれません。そんな B さんにお伝えしたい言葉があります。知ってほしい言葉があるんですね。それは先ほどの A さんに知ってほしい言葉と一緒なんです。なので、まずは A さんのご質問と B さんのご質問を。 最初に並んでね、ご紹介したわけです。じゃあ、ここからですね、僕が A さんと B さんに知ってほしい言葉につながるお話をしていきたいと思います。えー、何の話をしたいかというとですね、マーティン・セリグマンという人の実験をまず紹介したいと思います。非常に有名な実験なんで、もしかしたら知ってるという方も結構いらっしゃるかもしれません。マーティン・セリグマンというとですね、もともとは、うつ病と異常心理学の研究者なんですね。うつ病と異常心理学ですね。あとは、ポジティブ心理学の創始者と そして知ってる人も結構いらっしゃるんじゃないですかね。ポジティブ心理学を創始した中心人物です。で、このセリグマンがですね、やった実験の中で有名な実験が一つあってですね、まあ、これは1967年に行われた実験なので、今から50数年前、もう60年近く前の実験なんですけれども、犬を使った実験なんです。セリグマンはどんな実験をしたか。どんな行動をとっても電気ショックから逃れられない環境に犬を 置いてですね。そして、定期的に電気ショックを与え続けるとえ、これを一定期間続けるという実験を行いました。まあ、これはもう今でしたら、動物愛護団体からもうバッシングされそうですよね。まあ、動物愛護団体と言わず、もう sns でね。多くの人たちからバッシングされますよね。犬がかわいそうだっていうね。きっとね。 でもこの実験は50数年前の実験で、もうとにかくですね、犬にこう電気ショックを与え続けるんですけれども、犬が何をしても逃れられない。もうその電気ショックを与えられる環境から抜け出せないようにしといて、その犬に一定期間電気ショックを与え続けるってことをやったんです。その一定期間を経て、その後犬を別の環境に移したんですね。この新しい環境はですね、 電気ショックを回避することができる場所なんです。えつまり、ある柵の中に犬を入れるんですけれども、その柵の中にいるとですね、電気ショックが来るんですね。だけど、その柵っていうのは、犬が簡単に飛び越えていけるような柵なので、その犬が柵を飛び越えて逃げればですね、その犬は電気ショックを受けなくて済むんです。という環境に移したんですけれども。しかし、飛び越えて逃げれば電気ショックを受けなくても済む。 そういうところにいるにもかかわらず、犬は逃げようとせず、電気ショックを受け続けたんですね。その気になれば逃げることができるのに、犬は逃げようとしなかったんですね。これを学習性無力感と言います。そしてこの学習性無力感が人間に 起ここるとということをセリグマンは突き止めましたつまりこれ犬だけじゃなくですね実験は犬に対して行ったんですけれども人間にも起こるということですつまり長期にわたって逃れられないストレスにさらされるとですね人は何をやっても状況は変わらないと信じ込むようになってその状況から逃れようとする行動を放棄するようになるということです これが人間にも起こる。これが学習性無力感ということですね。長期にわたって逃れられないストレスにさらされると、もう何をやっても無駄だという信じ込みを持つようになって、そこから逃れようとする努力を放棄するようになっちゃうということですね。で、僕が A さんと B さんのご質問を読んでですね、もしかしてこの学習性無力感に陥っておられる可能性はないかなと思ったんですね。はい、A さんは会社を辞めさせてもらえない。 って書いておられます。会社を辞めさせてもらえませんでしたと。そして、あと5年、会社に居続けないといけないという前提で質問してくださってますよね。あと5年、会社に居続けるしかないんだという前提がありますよね。あと B さん、B さんは DV だと知ったところで、 私にはどうにもできませんって書いてらっしゃいますね。で、怒鳴られ続ける状況から逃れられないという前提で自分はどうしたらいいでしょうかというご質問してくださってますよね。これらの前提ですね。会社を辞めさせてもらえないという前提。怒鳴られ続ける状況から逃れられないという前提。これがもしかして学習性無力感から来ているんじゃないかなと僕には思ったんですね。さっきも言いました学習性無力感っていうのは 長期にわたって逃れられないストレスにさらされた。そのことによって、もう何をやったって無駄なんだ。何をやったって状況は変わらないんだと思うようになられた。その可能性はないでしょうかということですね。長期によって逃れられないストレスにさらされたっていうことをさっきから僕言ってますが、これは具体的にどういうことかというとですね、子供の頃です。子供の頃、嫌なことや苦痛を感じることから逃れられなかった。 そういった経験がまさに長期によって逃れられないストレスにさらされる経験なんですね。例えば子供の頃、嫌だというメッセージを親に聞き入れてもらえなかった。これもまさに長期によって逃れられないストレスにさらされる体験ですね。例えば学校に行きたくないって言っても無理やり行かされる。あるいは言葉にはできなかった。学校には行きたくないとはっきりは言えなかったけど、 もう玄関でうずくまって学校に行く形にはなれなかった。しかし、その自分が全身で発しているメッセージは伝わらずにですね、無理やり連れて行かれたとか、あるいはパパ、ママ、喧嘩はやめてって声を大にして訴えたのに、パパとママはその後も よく大喧嘩をしていた。これも嫌なこと、苦痛を感じることから逃れられない体験、逃れられないストレスですよね。あとは親に対して何か批判的なことを言った。あるいは、ノーっていうメッセージを伝えたら、聞いてもらえることなくですね、怒鳴りつけられたとかですね。これまさに子供にとってはですね、逃れられないストレス体験なんですね。そうすると子供は自分が何をやったって状況は変わらないんだと。 学習してしまうんですね。これが学習性無力感なんです。何をやっても無駄なんだと。そう学習しちゃうってことですね。子供っていうのは養われる立場ですので、その環境から逃れることができないんですね。つまり家を飛び出して自分で生きていくってことが子供はまだできないですね。なので子供っていうのはまさに逃れられないストレスにさらされてしまうんですね。逃れることが。 家を飛び出して生きていくことはまだできないか。そしてその時逃れられないと学習してしまうわけです。何をやったっても逃れることはできないんだと思い込んでしまうわけです。まさに逃れられない環境で電気ショックを与えられた犬と同じ学習をしてしまう。まあ、これが学習性無力感ですね。ところがですよ、我々大人になったら逃れることができるんですよね。僕たち大人は誰もがですね、会社を自由に辞めることができますし、例えば配偶者に対して交渉して 行くこともできますしその交渉が成立しなければ別居したり離婚したりということも自由にできますえ、それを咎める権利は誰にもないんですよね自分が自由に会社を辞めたり配偶者と討論交渉をしたり別居したり離婚したりこれを咎める権利を持っている人は世の中に一人もいないわけですつまり大人になったら我々は逃れることが できるんですけれどもえ、つまりこれはまさに逃れることができる環境に移された犬と同じなんですね。本当はその気になれば、柵を越えて我々は逃れることができるんですけれども、しかし自分は無力だと信じ込んでいる場合、逃れようとしないですね。これが学習性無力感というやつなんです。ですので、会社を辞めてはいけない、やめられるわけないだろうと言われると、本当にやめられないんだと思ってしまう。 夫が家で怒りを爆発させる性格だと、もう自分は夫の怒鳴り声を今後も聞き続けるしかないんだと思ってしまう。これは僕が主に学習性無力感なんではないでしょうかということなんですね。まあ、というのは A さんのご質問の中でですね、会社を辞めることをもしも実家の両親が知ったら3年で辞めるなんて根性がなさすぎると言いそうだと書いてらっしゃいますね。これ読んで僕思ったのは、A さんの嫌だっていうメッセージを聞き入れてくれない ご両親だったんだろうなと子供の頃の A さんがノーって言ってもそれに聞く耳を持ってくれないご両親だったんじゃないかなとで A さんは子供の頃そんなご両親の下で 自分は無力だと思わざるを得なかったんじゃないかなと思ったんですね。お二人目の B さんは子供の頃から父に怒鳴られてきたと書いてらっしゃいます。子供はね、そんな環境から逃れることできないですよね。で、ね、もう親に養われている立場ですからね。ですので B さんもね、お父様から怒鳴られるということを繰り返しながら、自分は無力だと思わざるを得なかったんじゃないでしょうか。さて、ここで僕が A さんと B さんにお伝えしたい言葉、いよいよお伝えします。人は、 学習し直すことができるんです。これが僕、お伝えしたい言葉です。A さんと B さんにお伝えしたい言葉。もし仮に学習性無力化によって自分は逃れられない。自分は無力だと。そう、もしも思っておられるとしたら、それはかつて子供の頃の環境によってそう思わざるを得なかった。そう学習せざるを得なかっただけではないですかと。そして人は大人になって自分の意思で学習し直すことができるんですね。つまり僕たちはかつて学習したことに一生縛られる必要は ないんです。なので、今がそのチャンスかもしれませんよって僕は言いたいですね。学習し直すチャンスかもしれませんよと。自分の人生は自分で選べる。自分は自分の置かれた環境に働きかけることができる。そういったことを学び直す。学習し直すチャンスかもしれませんよ。そんなことを言いたくなりました。A さん、B さんからしてみればね、自分の深刻な状況も知らずに、 まあ、野口さんは第三者だから気楽にそんなこと言えるよねって思われるかもしれません。まあ、確かにそうですね。僕が言ってることは、まあ、ある意味理想論かもしれませんが、えー、僕はそういったことを伝えたくなりました。まず A さんに対してより具体的なことをお伝えしますとですね、辞める2週間前に退職の意思を伝えれば退職できます。はい、これはもう100%できます。もう民法で決められておりますので。 二週間前に退職するといえば、二週間後に我々は退職できます。それを無理やり止める権利は会社にはないんですね。まあ、ただ、ね、なるべく円満に退社したいということであれば、その就業規則ですね。会社の就業規則を見ると、まあ、大体辞める一ヶ月前には申し出る必要があるとか、辞める二ヶ月前には申し出る必要があるとか。 えー、そういったことが就業規則には書いてあることが多いと思うので、なるべく円満に進めたい場合は、えー、就業規則に準じて伝えるのがよりいいのかもしれないとは思いますけれども、まあ、別に円満じゃなくてもいいということであればですね、えー、2週間前に伝えれば辞めることはできます。就業規則よりも民法という法律の方が当然優先されますのでね。なんで、就業規則で例えば1ヶ月と書いてあったら、1ヶ月後に辞めますっていうのも一つの方法かもしれません。その辞める日までの1ヶ月間は、有給休暇を消化する。 なんていうのもいいんじゃないでしょうか。これ、有給休暇もですね、えー、消化することを阻止することはできません。会社側としてはね、えー、本人が消化すると言ったらですね、会社は受け入れざるを得ないので、えー、1ヶ月後に辞めますと。で、それまでの1ヶ月間は、もうもしも有給休暇が残ってればね、残ってる有給休暇を全て消化します、なんていうのもありだと思います。これ、有給休暇も取れない空気だって書いてあったんで、もしかしたら有給休暇、 ね、しっかり残ってるのかなとは思いました。で、退職届っていうんですかね、それは上司が受け取らないなら、もう上司の上司とか、あるいは人事部門とかですね、そういったところに出すこともできると思いますし、まあ、あるいは内容証明郵便で退職届を郵送するという手もありますよね。内容証明っていうのは、この退職届の内容を 郵便局に保存してもらう、記録を保存してもらうやり方ですので、えー、仮に会社がそんな退職届を受け取ってないと言ってもですね、郵便局が証明してくれるんですね。この内容の郵便物をこの日に確かに届けておりますよというふうにですね。なので、上司も、そのまた上司も、人事部門も受け取ってくれないという、そんなことは基本的にないと思うんですけれども、 彼にそういう常識外れの超ブラックな会社だったとしたら内容証明郵便で退職届を郵送するというのもありですし、あとはあの退職代行サービスというのがありますからね。ご自身でもう退職の手続きとか会社との交渉するのが負担であればですね。 まあお金はかかりますけど、退職代行サービスに依頼すれば、もう手続きから会社との交渉まで全部やってくれますので、そういった方法もあるんですよってことも、まあご参考までにお伝えしておきたいと思います。A さんのご質問からは随分ずれたお話になってしまったんですが、僕が A さんに伝えたくなったのはこういったことです。ご参考になったとしたら嬉しいですけど、ご参考にならなかったとしたらご容赦ください。で、B さんですね。そうですね。僕が B さんの立場だったら、 まずこんなことをしてみたいかなと思うのは、まず夫の機嫌が悪くない時ですね。夫が普通の時に、まずは伝えたいことがあります。それは、私は怒鳴られたり、怒りをぶつけられたりするのは嫌だから、今後は私に向かって怒鳴らないでほしい。怒りをぶつけないでほしい。今後もしも怒鳴られてるなと私が感じることがあったら、私はすぐにその場を離れるようにするから、それはあらかじめ言っておくねと。こんなことは伝えたい気がしますね。 今後は怒鳴らないでねと。でももしも怒鳴ったら私はすぐにその場を離れるからねと。あなたが冷静になるまではずっと離れるようにするからね。もうこれは決めたことなんで、もうあらかじめ言っておくねっていうふうに事前にまずは言っておきたい気がします。そしてその後はですね、もう夫が怒鳴り始めたというか怒鳴りそうな気配を感じたら、 ただちにその場を離れるってことをしたい気がします。まあ、ですけど大体こういう場合はですね、夫側はその場を離れさせまいとすることが多いと思います。家族心理学ではシステムは安定を保つなんて言ったりするんですけれども、これでいう安定というのは、今までのパターンを続けようとするってことですね。なので、妻の方が意を決してその場を離れようとしてもですね、ちょっと待って話してる途中で逃げるなよ。 この場を離れるって言うんだったら、まず俺の話を聞いたからにしろ。とかいうふうに、例えばご主人が言ってくる可能性があると思うんですけど、そこにまた答えて応答してしまうと、結局ご主人の土俵に乗って、ご主人の土星、馬性を聞くことになりかねないので、ご主人が何と言おうとですね、もう先日行ったよね、と一言だけ言って離れるということを、僕だったらしてみたい気がします。ちょっと待て、話の途中で逃げるなんて卑怯だぞって、何を言おうがそこには答えずに先日行ったよね。 とだけ行行っっっててて離れるるる、えー、別室にもも追ってくる場合はもう家を出るそういう意味では、避難先をあらかじめ用意しておくってことはとっても大事かなと思いますね。えー、それは実家なのか、カプセルホテルなのか、インターネットカフェなのか、ファミレスなのか。で、まあ避難先に避難したらですね、例えば LINE かなんかでね、冷静になったら、 ラインしてね。そしたら戻るからっていうようなことをラインするかもしれません。そしたら永遠にラインが来なければしばらく戻れないってことになるわけですけれども、例えば僕だったらそんなことをしたいと思います。で、僕が今言ってることはどういうことかというとですね、私の人権を侵害することは許容できませんよっていう、そういう態度を取るということなんですね。自分の人権を侵害することを許容できないという態度を取るということです。夫の性格を変えることはできないかもしれません。怒りっぽいという性格を変えることはできないかもしれませんが、夫 夫の怒りっぽい性格は変わらないけど、怒りっぽいその夫が怒って、その怒りを丸々この妻にぶつけようとしてきたらですね、つまり夫が心理的に対抗して、子供帰りして怒りを丸々目の前の妻にぶつけようとしてきたら、妻はそれを受け止める役を担わないと。これによって夫と妻の関係は変わるわけですね。疑似母子関係ではなくなるわけですね。 ですので、まあ、相手を変えることはできませんが、相手と自分の関係はいくらでも変えることができると心理学では言います。僕は本当に一言だから簡単に言ってしまってますけど、B さんからしてみれば、そんなに簡単にできませんよというお話かもしれません。もしもね、僕が今言ったようなことをやろうとするだけでも、めちゃくちゃ勇気のいる、めちゃくちゃ覚悟のいることだろうと思います。 なので、まあ、第三者として、まあ、いかにもね、軽々しく、まあ、言ってしまったことをご容赦ください。でも僕だったら、本気でそうしたいなと思ったことは事実です。 ということで、お二人目の方、お二人目の方、まあ、A さん、B さんと呼ばさせていただきましたけれども、ちょっとまとめてお答えするような形になりました。というわけで、今回の話をあなたの人生に役立てるとしたら、どのように役立てることができそうですかこのチャンネルでは、人間関係の問題を解決したり、自己肯定感を高めたり、人生を豊かにしたりするのに役立つ動画を今後も配信していきます。見続けると、着実にあなたの自己実現力が高まると思います。 ここでしか聞けない話をしていきますので、見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。高評価ボタンも押していただけると励みになります。あと、ライブで取り上げてほしいご質問がありましたら、概要欄のリンクからお気軽にご質問ください。そして、ライブの方もお楽しみに。ではまた